はーい、おはようございます。久しぶりにね、アングリした静江さんを見ていこうかなと思います。そうだ、双葉村長。今日はね、ひな祭りですね。今日もね、二日連続ですが、録画してます。ひな祭りで、ささやかな記念品。オッケー。ひな祭りはなんかね、エイブルシスターズの方でね、こう、お題様的な感じのものを買いたいとかもするんでね、それもちょっと買っていこうかなと思います。そして今日の手紙は、稲荷ギャラリー、これいい目がね、偽物がない情報があったんでね、これワンチャンあるかもしれないね。そして、お手紙のやり取り、はい、了解しました。オーロラからの手紙が来たんでね、ちょっとオーロラからの手紙を捨てていきましょう。よいしょ。さあ、まずこちら、稲荷ギャラリーは、いい名画ですね。これは偽物がない情報があったので、多分大丈夫でしょう。そして、オーロラからの手紙は開けると、ラブリーな便箋、これ送れってことか。了解。まあ、送んないけども。お、フランソワ、チース。引っ越しちゃうんだよね、フランソワね。ちょっと話しようじゃないか。荷造りしないと6日後な。頑張れ。頑張るんだ。さあ、その反応から。はい。了解。まあ、だったらいいや。引き止めてないけどね。お話ししよう。花好き、せやで、私、花がね、これ、今、いっぱいやってるからね。そして、ひな祭り、あら、かわいい格好してるじゃないの。私、なんか、節分っぽい今日ね。素晴らしい、ドヤ顔かわいいね。桃の節句、ひな祭りですね。ひしもち、ありがとう、やったー、ひしもち。やっぱ、非売品なのかな。女の子の健やか成長を祝う日だから、村長もいつも言われて、リーファーストで、わかりました。他になんかもらえないかな。はーい。じゃあちょっと鬼の格好してる今日私ね、じゃあここ入っていきましょう。イケメン。そして今日の化石からの今日の岩。さあちなみに今日の高額買取はワンピース、なるほどな。そしてここに落とし穴。はーい、リサちゃん聞いたよ。ちょっと持ち物が魚だらけになっちゃってるからね、一回ちょっと買い取ってもらいます。はーい、買い取ってください。1740。まあ高い。さあ今日はもうね、サムネがひな祭りになってると思うから、まああとはちょっといつものことやっていくだけなんだけども、ピッティエちゃん、いやピッティエちょっとね、正直ちょっと引っ越してほしいんだよね、ピッティエフランソワよりもピティエの方が、本当、うち来る、大きい、了解。はーい。うち、そのまま行くのもちょっともったいないか、先にちょっとね、今日の、オーロラもいる、オーロラチース、話そうって。おつおつを、ちょっとなんか話でもしよう。花好き、さっき聞いた、それ。じゃあね、みんなから期待されてるからね、今日の、ダメだ、行っちゃうか。ごめんなさーい。タコやチース、何してんの？せやねん。ちょっとなんか聞かせて。トレード、いいよ。いいよ、別に。マジか。まあでも、しゃーない。タコやのその、信頼を勝ち取るために、写真をもらうためにね、ワンチャンもしかしたらいつか写真もらえるかもしれないからね。普通だって。そしてね、ハンナ。昨日、ちょっと見えなかったけど、ハンナがね、新しく来ましたね。ハンナ、チース。モンシロチョウ、ほう。はん。オッケー。モンシロチョウだったらサクサクと捕まえられるからね。はーい。そんなことしてると、ピティに怒られちゃうからね。先これやっちゃいましょう。はーい。ってことで、ピティが来ましたね。こうやってさ、すぐさ、こう、みんな帰ってもらう的な感じのことするのってさ、意味あんのかな？ちゃんと仲良しって上がってんのかね？それとも何個かこう見てもらわないといけない的な感じのことだかだとかすんのかね？もうわかんないからいいや。待って、見たことなさそうなのがいる。あれなんだっけ？アレクサンドリアハゲハだっけ？なんだっけ？でもそれ夏だった気がするか違うな。あれ何あれ？デカめの黒アゲハみたいな感じ？よいしょー、これは何ですか？デデドーン、カラスアゲハか、それだ、それ。初めてだね、素晴らしい。もう毎日新しい虫をね、取れる気がする。そして、今日の、青バラ選手権、モンシロチョウはいないですね。さあ、今日はね、もう、しばらくの間全然進んでないから、そろそろ進んでもいいんじゃないかな、的な感じのこと。ありけり。で、これ進まないのかな？ちょっと待って、場所変えてみよう。場所がいけないのかもしれない。もしかしたらね。蜂がおるで、蜂。
ミツバチドーン。ミツバチドン。ミツバチドーン。ミツバチドーン。オッケー。初めてのミツバチ。蜂蜜、蜂蜜食べたいなと。よいしょ。で、これちょっとね、一個中に入れましょう。ちょっともっと伸び伸びと交配をさせることによって、いい感じに交配が咲いていく的な、そういう作戦でいきます。伸び伸び作戦。伸び伸びた。よいしょー。そして、この魚、あの魚ちょっと、今までの魚と一味違う魚いるぞ、これ。細長いで、これ。ちょっと若干。これ来ましたな。タイだ。腐ってもタイだ、これ。さあ、タイ。これってスズキかな？この時期、この時間帯、この大きさのスズキ以外のって、いるんだっけ？もうちょいおしろが、おびれが、長、めへへん。さあ、まあ、そんなこんなで今日も京都でね、新しいの出なかったですね。よいしょ。なかなか進まないね。難しいな、おばらってね、やっぱ。さあ、そしたらですね、あ、お、ボボボボン。待って、私何捕まえる？あ、モンシロチョウ捕まえろって言ってたで、さっきなんかモンシロチョウ見かけた気がする。ちょっと待って、一回帰ろう。いいねえ。あれ、さっきモンシロチョウいなかった、ここ。で、これ進まないのかな？ちょっと待って、場所変えてみよう。伸び伸び作戦。伸び伸びた。よいしょー。絶対いた気がする。ちょっと、ザモジョー、ザ、ねえ。まあ、モンシロチョウはじゃあね、見かけたら捕まえるとして、噴水がね、昨日捕まえたじゃなくて、すべて終わったから、噴水が多分ある、うん、え、どこ？オーロラ、お、どうしたオーロラ？何？うんうん、プレゼント交換、またか。はいはい。いいよ、あるある。何すんの？何をすんの？うん。はい。キッチンのコーナーな。蜜、まあいいでしょう。うん、ちょっと、蜜蜂はまっすぐ手に入ると思うからね。本当は、嫌だったけど。オーロラのためだったら仕方がない。オーロラの仲良し像を開けていくしかできし。待って、昨日さ、カフェ行き忘れてたね。カフェ行かないってのは裏作業で行かないっていうだけで、普通に動画では、はい、紋章長、行かなきゃ考えたね。ややかしマンボウだわ。あ、そして噴水が出来上がりました。うん、綺麗だね。ちょっとでも隅っこに置きすぎた感じがありすかもしんない。もうちょっとこっち側にしてもよかったかもしんないね。そしてこれが結構使い道がなさそうでちょっと困ってる。え、モンシロチョウ誰だっけ？オーロラじゃないよね。フランソワだっけ？モンシロチョウ、みんななんか虫の網持ってる気がする。あ、違うわ、誰だっけ？うん、せやろ？こんな時間までまだ4時ぐらいだけど、あ、ピティエだっけ？ピティエオーロラだっけ？あれ？ん？あ、違う、ピティエでもない。同じこと言われた。オーロラだっけ？あ、違う、オーロラでもないね。フランスは？なんか私のことをなんか言われてんのかもしかして。フランソワは約束を守るけども、私は守らないみたいな、そういう感じの言い方だった今。ちょ、怖いわ。ハンナだっけか、虫。チース。あ、ハンナだ。オッケー。モンシロチョウ持ってきたよ。はい、どうぞ。好きでしょ、モンシロチョウ。うん。どやどや。はい。なんだ、モンシロチョウのがかかる。お、服だね。何の服？あ、黄色格子の服。なるほどね。そしたらちょっとね、忘れないうちに、カフェ行きましょう、カフェ。あ、その前に、今日の、岩。あがーあー回収がしづらいでござる。昨日着忘れたから3日空いちゃったのかな、多分。ちょっと、飽きすぎちゃったね。コーヒー飲みます、お願いします。はい。さあ、前回はね、黒糖まろやかさって言ったっけ？ちょっと覚えてないな。さあ、今回何が入るかな？うわ。はい。あ、オッケーオッケー。うん。あ、はい、いただきまーす。あ、ごくりん、ちょっと。うわー、うめえ。はい。あー、香りと味わいが変わって、あ、同じ気がする。なんか他の言葉とか出てこないのかな、私。ボキャブラリーない感じ？なんもないよね、多分。はーい。まあ、しばらくはね、常連になるために、一回いっぱい通う的な感じのことをやっていきましょう。からの、今日の、これ。あれ、今日ってもう、岩叩いたっけ、全部。岩出たっけ？今日の岩、ドン！あ、ここだ！よかった。さあ、そしてピヨピヨ言ってますね。なんだなんだ？うん、ドラム式洗濯士が、ああ、オッケー。お目玉だよね。お目玉商品だよね。そうだ、これ思ってるといっぱいだと思うけどね。ここさ、ここから入るもんでさ、
3マスの道にした方がいいかな、ここだけでも。ここだけ3マスにして、見やすくというかね、左右対称な、シンメトリーな感じにした方がいいかなって思い始めてきたんで、これちょっと変えていきたいね。これできる？あ、いけるっぽい。ちょっと、取っちゃいましょう、これ一回ね。これを全部取っちゃって、ここもね、取っちゃいましょう。よいしょー、蜂くんなよ。よいしょー、はい、これ取っちゃって、ドーンとやって、ドーンとやって、で、ここをね、3マスに変えていきます。2×3 のこの交差点ってのがなんか微妙な感じになっちゃうかもしんないけども、まあ、そんなことは気にしないでね、行きましょう。OHOL で3マスの通路なんてなかなかないからね。意味がないからね。だからあんまりちょっと見た目的に微妙かもしんないけどね。はい、まあ、こんな感じ。これでここに木を置いて、まあ、同じようにさっきと同じような感じでやっていく的な、そんな感じにしましょう。そしてここに、四つ葉のクローバー。あ、そっか、今日は広場でこれやってたもんで、噴水のうんたらかんたの続きやろうかなと思ったけど、それできないんだね。あ、そっかそっか。さあ、そして今日のフータですね、化石3個です。さあ、カモン、アパトの体が、来たこれは、ついに、すべて、来た的な感じですね。ちょっと一個だけやってみようか。もしかしたらそれでコンプしましたって言われるかもしれないからね。アパトサウルスの体です。これで、ついに、化石がコンプではないですか、ひょっとして。どうですか、なんか言われるかな、言われないかな、ん、やったー、完成でーす。ということは、やりましたね、来ましたね。声で化石は全部揃いました、コンプリートー、やったー。ちょっとこれ特別に声だけサムネにやりたかったな。ちょっとやかしたかったかもしんない。そしたらカラスアゲハといい名がこの辺もね、納品しちゃいましょう。どうぞどうぞ。はいはい。あ、はい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 、はいはいはい。オッケー。ひな祭りよりも化石コンプをサムネにした方がいいかもしんないね。わかんねえ。そう、てことで、豆吉聞いたよ。アイテムを買ってください。さあさあさあ、そして、今日の、ケケ。これまた持ってなさそうなやつだね。なんだこれ。全然絵がわかんない。ちょっと絵を見せて、ちょっとよく。なんだこれ。ケケ、バレーか。バレーだ、これね。じゃあね、ケケ、白鳥の湖みたいな感じで、ケケの湖的な感じ？ケケ鳥の湖。これ来たでしょ、多分。あ、ちゃう。さあ、これは何ですか？ケケマリア、愛すべき。あら、もうね、そういうことね。オッケー。ケケマリアですね。え？おう。バレーでは多分ね、これでもね、買っちゃう。ってことで、今日のお買い物するほどのお金あるかな？微妙かもしれないけど、お買い物。ちょっとお金が思った以上にないから、この辺に押さえとこう。やばい、9000しかない。さあ、そしてレイジ聞いたよ。今日の花予想タイム。左から白いスミレと黄色い、いや違うな、青い。え、違うな。いや、青いスミレ。白いユリと青いスミレ。なんか変わった気がする。赤いユリ。赤いユリ。惜しいね。ユリは合ってたね。ユリが来んなと思っちゃったんだよ、今ね。黄色いバラ？惜しいな。うん。何があったかちょっとわかんないけどね。惜しい、きっと。さあ、そして今日は木の苗ですね。買っちゃいましょう。そして、あ、来た！ん？いや、違うか。これなんだ？あ、昨日のだ！来た！待って。サムネを何にすれば、やったー、すごーい、木の斧もらったー、もう壊れないもんね。木の斧はちょっともらってないことにしましょう、今回はね。皆さんちょっとこれ忘れてください。今回は、金の斧はもらっていません。今日はただのひな祭りです。さあ、そして、エブシスターズにやってきました。二人もおるで。珍しいね。そう、これが欲しかったのか？期間限定かな？あ、違うか。あれ？私期間限定のものが欲しかったんだけど、どれだ？グレーターターンな、これな。違う。これは？いちごボーダーか。あれ？ここじゃない。こっちか。こっちだ。こっちの被り物的な感じ？それじゃあ。どうだ？お代理様的な感じのがあるはず。あったこれ。これが欲しかったんだよ。お代理様だね。うん。はい、高い。意外と高いね。
よし、じゃあね、お代様にしていきますかね。よいしょー。お代理様、服装は全然違う。さあ、そしたら今日手に入れた木の苗を、ここに、植えてと。さあ、これであと1個だけになりました。ここだけですね。素晴らしい。さらに、これどうやってやっていこう。いや、まあでも、そうだな。ここ外してだな。ここ外して、まずはここに、針葉樹の苗を植えて、これってさ、何もない状態で植えられる？あ、植えられるんだ。あ、なるほどな。これを植えて、これを植えて、これを植えて、さらに1マス開けた状態で、ここから、これを植えて、あはへへへ。まーん。これを植えて、これを植えて、これを植えて、上一貫かって今。ああ、そうなってしまったのか。うー、ドーン。やかした。待って、ここ外して、ピコーン、ピコーン。これを植えてと。なになに、ちょっとどうしたどうした。ああ、はいはいはい、チケットな。あ、オッケーオッケーオッケー。59ポイント。というかさ、もう一個忘れたのを思い出した。双葉のテーブル双葉のテーブルを毎回見よう的な感じのことを言ってたのにさ、前回、昨日の実況の時も見てないもんね。いろいろなことが増えすぎちゃってちょっとやばいな。ってことで、ここちょっと間違えないようにというか、なんつうの変な風にならないように貼っときましょう。貼っといて、ヒイラギの苗を植えてと。よし、これで OK ですね。これでね、だいぶ見た目がさらに良くなるんじゃないかなと思います。そして、せっかくだから双葉のテーブル見に行きましょう。もうこういう時、でも双葉のテーブル今日あっても、サムネにできないから、やめとこやっぱ。サムネにできる日にやりましょう、その辺はね。そして今回もう一個ね、ちょっと道作りしたくて、ここ。まあ、前回かわかんないけど、この前言ったと思うけどね、ここにね、道を作ってね、もうちょっとこう、道感をね、増やしていこうかなと思います。ってことで、今日の道作り。はーい。ってことで、道を張り終わりました。これでね、この駅んとことこのカフェがこういう感じで、まあ、四角で囲われた的な、そんな感じになりました。まあ、だいぶね、見た目が良くなったんじゃないかなと思います。ってことで、じゃあ今日もね、最後に師匠に差し入れをしてね、終わっていこうかなと思います。さあ今日は珍しくね、桃を持ってきました。桃だよ、師匠。色が似てるから、ともぐいみたいだね。うん、桃。はい、うまかろう、うまかろう。ってことで、今日のネタは多分あれですね。ふわふわふわっていう音がするような感じがする。はい、でーん。さあ、どうか？今日のネタは、もじもじする。ほら、ふわ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 って、もじもじするとき、ふわふわふわって聞こえ、そんな音になりそうじゃない？多分。うん、神さん出会った子の話。彼女のこと一目ぼれしちゃって、ある日勇気を知る絞って告白しようと思った。おー、いいね。あのね、ほら、ふわ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 ってしてるでしょ、今。ふわふわふわって。うん、ふわ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 。なかなか言い出せなくて、もじもじしてたら、彼女が一言、男なら吐きせいやーって、背中でもかゆいのその通りやで。告白できたの、それから3ヶ月後。うぶだね。てれれてってんてんてーん。まあ、ってことで、今回は、もじもじするネタですね。オッケー、それじゃあ、もじもじネタを持ちながらネタしましょう。背中が、かゆい。